ちらはダイソーさんに売っている12色で100円の水彩絵の具になります。すごいですよね。12色も入って100円です。本日はこちらの絵の具で夏のお便り作っていこうと思います。こんにちは、綺麗作家のにじいななです。本日のナナアートはこちら、かき氷デザインのハガキを作っていきたいと思います。こちらで暑中見舞いや残暑見舞い、夏のお便りを作るのはいかがでしょうか。見た目よりも簡単でとっても手軽に作れるハガキアートとなっておりますので、ぜひ型紙をダウンロードしてお楽しみください。このチャンネルでは誰かに送りたくなるアートをメインテーマに動画をお届けしています。作り方や練習動画など分かりやすくお伝えできるよう頑張っていきます。よかったらチャンネル登録いただいて、新しい動画ぜひ待っていてください。今回準備している型紙はこちらになります。型紙は詳細部分のリンクまたはナナのポップアップカードで検索いただくとダウンロードが可能です。こちらはよくお祭りで売っているこう丸い、今もそうなのかな、ここに氷って書いてあるかき氷売ってましたよね。そんなちょっと懐かしい感じのかき氷のデザインがこちらです。最近はもうこちらのふわふわかき氷が主流な気がしますが、ふわふわかき氷はこちらになります。本日はこちらのふわふわかき氷のデザインでハガキを作っていこうと思います。はい、型紙をカットできました。こちらの型紙で下絵を取っていきます。今回使っていくハガキはこちらも100円ショップで買ってきたハガキになります。こちらは絵手紙用のハガキで、水彩の独特のにじみやかすれが出ますよっていうもので、普通のポストカードよりもにじみを楽しめる紙質になっています。こちらのハガキの表面が和紙っぽい素材になっているので、あまりね鉛筆での下書きには向いていません。鉛筆で描いた線を消そうとするとちょっとね表面が毛羽立ってしまったりするので、今回は下絵の線を消さなくていいように色鉛筆で描いていこうと思います。はい、それでは今回は水色の色鉛筆で下絵を取っていこうと思います。こう上下をねちゃんと確認して下絵を取っていきましょう。この辺にしようと思います。色鉛筆なのでそんなに濃く色が出ないと思うんですけれども、自分が確認できるぐらいの濃さで大丈夫です。そんなにこちらの色鉛筆の線もしっかり取ることはないので、ごくごく薄い感じで見えるでしょうか。このくらい薄く取ってあります。下書きが終わりましたら、早速こちらの絵の具で着色していきましょう。今回はかき氷ということで、かき氷といえばやっぱりこうね、いちご味とメロン味でどっちにしようかなってところですけど、そして容器の方は青色をね使っていこうと思います。黒を使ってちょっと黒を薄く塗って、シルバーっぽい感じの容器でもいいんですけど、今回は青色でガラスっぽい感じで仕上げたいと思います。今回はにじみを楽しんでいこうと思いますので、よりにじみが楽しめるようにこちら綺麗な筆と水を用意して、はがきの方に先に水を含ませておこうと思います。まずはこちらの氷の部分ですね、だいたい外側全体にお水塗ってもらっても大丈夫なんですけど、ちょっとこの容器の縁は塗らないようにして、氷の外側から内側に向かってちょっと水を含ませておこうと思います。そして次は絵の具を溶いていくんですけれども、こちらの100円ショップの絵の具がにじみを出す時にですね、結構水を多めに溶いた方がにじみが出やすい絵の具だったので、ちょっと水を多めに絵の具を溶いていこうと思います。サラサラだけどちゃんと絵の具を溶いてもらって、お水がハガキにいい感じに染み込んでいるので、その上からですねこちらの黄緑を塗っていこうと思います。塗るというよりこう置くって感じですかね。ちょっとはみ出ても大丈夫。
2回目塗るときはもうちょっと濃いめに絵の具を溶いて、結構さっきの絵の具の分も水分があるのでにじみが結構出るかと思います。絵の具を置く2回目3回目になってくると同時にこの上の方を中心に絵の具を置くようにしてみてください。上の方にシロップがたっぷりかかってますからね。はい、こんな感じでね、一旦乾かそうと思います。こちらの容器の方にもお水を塗っていこうと思います。この境目がもう乾いてることが条件なんですけど、この境目が乾いたらこちらの容器にもお水を塗っていきましょう。はい、たっぷりのお水が塗れましたら、今度は青色をですね、溶いていこうと思います。青色もですね、水を多めにして絵の具を溶いていきます。水がいい感じに染み込んできているので絵の具をのせていきます。左側を濃いめに置いてみました。右側はさっとなぞっただけでこんな感じです。このスプーンのところはまだね、かき氷の部分が乾いてないので、氷の部分が乾いたらスプーンの部分も加えようと思います。ここでちょっと色がのりすぎちゃったなってところは、筆をきれいに洗ってお水でちょっとこすると絵の具がちょっと薄まったりしますので、それで調整してみてください。氷いちごの方も器塗っていきたいと思います。左が影になるようにしたいので、左から絵の具をのせて、筆に絵の具が少なくなってきてからそのまま右側にスーッと引く感じにすると右側が明るく仕上がるかなと思います。細くですね、スーッと引きます。もう上もスーッと、こんな感じでいかがでしょうか。乾いたのでスプーンの部分も仕上げていこうと思います。お水を塗ってさらっと絵の具をのせたいと思います。こちらのハガキに黒ペンで文字なども入れたら、より素敵な夏のご挨拶ハガキになりそうです。いかがでしたでしょうか。見た目よりも簡単で、思ったよりも気軽に楽しめるハガキアートだったんじゃないかなと思います。ぜひ型紙をダウンロードして、夏のお便り楽しんでみてくださいね。かき氷デザインの他にも、ヨーヨーや風鈴、マンダラートなど、夏のお便りのデザイン、ご紹介しています。そちらの動画の方もぜひ合わせてご覧いただけたらと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。